ロジャースのデーブ・ロバーツ監督52の連載、教えて、ロバーツ監督の第3回は、サンディエゴの自宅での過ごし方について。5月31日の誕生日に大谷夫妻から送られた岡山さんのウイスキーのその後や、同居する日本人の母、エ子さんとのやりとりなどを聞いた。聞き手、笹田工事通信員。 から5月31日の誕生日に大谷夫妻から送られた岡山さんのウイスキーはもう飲んだか。あのウイスキーは飲んでいない。ボトルの線さえも開けていない。特別な日に飲もうと思って待っているが、まだその日がやってこない。近いうちに線を開けて飲むことを楽しみにしている、ワイナリーを所有するほどの愛飲家。どんなお酒が好きか。フルーティーなものや、白も赤もワインが好き。 食事に合わせて楽しんでいる沖縄出身の母、英子さんとの会話。今はサンディエゴの自宅に一緒に住んでいるので、たくさん話をする。6月中旬のロイヤルズ戦もドジャースタジアムに見に来てくれた。彼女に将兵を紹介したら、写真を撮って、大興奮していたよ、笑い、母から学んだ日本語。小さい頃によく母から言われた言葉は覚えている。 あまりいい言葉ではないけど、バカタレ。ってよく言われたものだ、母の存在。彼女は僕のすべて。僕が尊敬される人間になるようにすべてを尽くし育ててくれた、最高のプレゼントは世界一になること。そのために僕は最善を尽くす。きっと将兵も助けてくれる。